オイゲンヘリゲル・オイゲンヘリゲルはドイツの哲学者。海外では日本文化の紹介者として知られている。特に弓道を通して全を広く海外へ紹介した。1884年3月20日、リヒテナウに地元校の教頭の産男として生まれ、父の転勤でハイデルベルクに移る。1903年にギムナジウムを卒業し、 1907年より、ハイデルベルク大学で進学を学び、1908年より、ビルヘルム・ウィンデル・バント、エミール・ラスク、ハインリ・ヒリッケルトから新官と派哲学を学んで1913年に、博士号を取得、1914年から1916年、第一次世界大戦に従軍後、ハイデルベルク大学に戻りまたし、講師として、哲学を講義した。 1923年には、日本人留学生の大狭間周栄と、アウグスト・ファウストによる禅のアンソロジー、禅でありベンディゲ・ブリスマス・イン・ジャパンの皇帝を手伝った。1924年5月に、東北帝国大学に招かれて、妻と共に、来日、1929年10月まで哲学を、担当、その間、同大学弓道部師範の阿波県作りから、 宮道の指導を受けた日本から帰国後、エルランゲン大学で哲学生教授を務め、1937年に、ナチに入党、1938年に、同大副学長に就任、1941年には、バイエルン科学アカデミー正会員となり、1944年に、同大学長に承認するが、1945年の終戦以降は、 聖教授まで降格させられる。戦後、ヒなチカ法廷によって罪に問われ消極的な同調者との判決を受けた。1948年に教授を引退。1955年、肺がんで死亡。父のゴッドローブは教育者であり、オルガン奏者としても知られ、ハイデルベルクの教会でもしばしば招かれて演奏した。 1915年の引退後は自宅に日本人など留学生を下宿させていた。オイデンの兄にあたる長男、次男は牧師、長女はフランス語教師となった。最初の妻バネロッセは、身をものままオイゲンと共に来日し、仙台で女児を死産、その5日後に亡くなった。1925年に再婚し、5歳、アウグスティは、日本で生け花を学び、 成果の道を表した。ユダヤ人哲学者、ゲルショム、ショーレムは、友人から聞いた話として、ヘリゲルが、革新的なナチであったことを指摘している。ナチスの教育統制下にあった1944から1945年に、大学学長の職にあったことなど、ヘリゲルのナチス関連情報は、現在流布している。ヘリゲルの著書の著者紹介からは抹消されている。 精神的な善の代言者、紹介者のヘリゲルとナチスを関連づけたくない、翻訳者や出版者らの手によって隠されたと思われる。哲学者としてのヘリゲルは、精神生活の前提条件に、決統と人種を置き、新しい範囲実証主義の哲学者として、ニーチェを商用した。ニーチェの著作には、主人の精神と奴隷の精神があるといい、その支配。 非支配の関係をドイツ人とユダヤ人に移し差別を正当化しようとした。1923年には死のハインリヒ・リッケルトの依頼を受けて第一次世界大戦で戦死したユダヤ人哲学者ラスクの全集を編纂刊行している。同じリッケルト門下で同僚のファウストやヘルマン、グロックナーからはヘリゲルの人間性に疑問が呈されていた。ファウストは リッケルトや大狭間から全幅の信頼を勝ち得た、ヘリゲルを嫌い、彼ら三人を生まれつきの役者と毒づき、ヘリゲルを芝居じみた計算高い人間、ほら吹き男と断罪した。なお、ファウストもヘリゲルと同時期にナチに入党し、より急進的活動家であったが、ナチスドイツ末期に自殺した。1922年、 ハイデルベルクの大狭間よしえのアパートで、ヘリゲルと日本人留学生たち。左から後藤富夫、藤田慶造、花と隆造、大狭間、ヘリゲル、三木清、羽五郎ハニゴロ熊白井沢帯半時1920年代のドイツは、スーパーインフレ下にあり、為替による、経済的恩恵に良くした、日本人留学生は、 地元の大学の教員を家庭教師に雇うなどしており、ヘリゲルも大、大狭間義恵天野定優、石原健、北悟吉、三木清志ら哲学系の日本人留学生と交流があった。特に、大狭間と北とは、読書会を開く中であり、学生時代から研究していたドイツ神秘主義をより、深く理解する鍵として、二人から善についての知識を得ていた。 大狭間は、東京帝国大学哲学科卒の教師で、文部省派遣の留学生であり、演学時の釈葬演の弟子釈衆以から因果を得た、前週の在家信者でもあった。ドイツ神秘主義のマイスター・エックハルトに惹かれていた、ヘリゲルは、その思想の根底にある事故から離脱する経験に至る、法ートがなく、その研究を断念していたが、大会から、 全仏教の存在を聞き、日本ではまさに事故からの離脱を眼目とする修行法の伝統が現代まで受け継がれていることに驚いたという。ヘリゲルは1924年、東北帝国大学に招かれて哲学を教えるべく来日、1929年まで講師を務める。この間、波県作りを師として弓の修行に励み、ドイツに帰国する頃には、 アワから五段の免状を受けた。二人の通訳には、松町やミサオさんが当たった。帰国後の1936年、その体験をもとに大リターリーチクンストで、ボーガンスキエ・ソンズと題して、講演をする。1941年には日本でこの講演の、砲訳日本の休術が出版された。1948年には、同じ内容を、 ヘリゲル自身が書き改めた、全員でアクンストでガンスキエソンズが出版され、1956年には、日本で、その法訳弓と全が出版されたほか、英訳、ポルトガル語訳も刊行された。全員でアクンストでガンスキエソンズは、無心を体験することに、弓道の奥義があると唱えた詩の下で、ヘリゲルが弓道を学ぶ中で、体使いが変わり、 精神集中を強め、技を深め、ついに無心の者を経験するまでの過程を整理して表したもので、ヘリゲルは意識を超えた無心の行為を善と表現しており、弓道だけでなく、角や墨絵などの芸道でも奥義は無心となることだと説いた。そのため、本書は欧米では、弓道の書というよりも善の何たるかを描いた書として読まれ、 1938年に刊行された鈴木大説の禅と日本文化と共に禅への入門書として有名になったが日本では弓と禅を結びつけたのはこの時期のあわらなど一部であるため弓道を深刻化するものであると批判も出たヘリゲルは日本文化の根源に仏教や禅の精神性を見出したとしている禅院座 アート・オブ・アーチェリーには、淡県作りが1本目の矢に2本目の矢を当てた際に、一匹ではなく、S がいると言ったという有名なエピソードがある。これに対し元ドイツ休日連盟会長、フェリックス・ホフは、弟子が良いパフォーマンスを見せた時に、今のは良かったという意味で発した日本語の、それですをドイツ語、S を主語にしたため意味が変わってしまったという説を、唱えた。 日本に関係する著作としては、ヘイリゲルが戦時中に執筆した、日本訳のエッセイ、国家社会主義と哲学、侍のエトス、日本民族の生活と文化における伝統の3本が2006年から、秋沢美恵子と山田昌司によって新たに紹介された。日本民族の生活と文化における伝統の内容は、日本文化の伝統性、精神性、花見の美学、 林廻、天皇崇拝、犠牲死の賛美について論じたものだが、弓と善で論じた、高尚な日本文化論とは、対象をなす、玉砕の美学を語る点や、彼の信念であったはずの、日本文化イコール全仏教論には、触れずに、その代わりに、国家神道を、日本文化の精神的な支柱に位置づけている点に、特徴がある。百五十三年にはドイツを訪問した。 鈴木大説と会っている。ありがとうございます。